鳥肌涙ナンバーアンダーライン愛かけるマスオ INZM ライブで奇跡のコラボ30年分の思いが爆発ナンバーアンダーライン愛かけるマスオ INZM ライブで見せた音楽への愛とリスペクト昨夜のナンバーアンダーライン愛とマスオさんのコラボレーションまさに INZM ハイパーバンドライブ MV が音楽ファンにとって特別な一夜となりました この共演は、まるで長い年月を超えた奇跡のように多くの人々の心を動かし、忘れられない瞬間として刻まれました。ファンの間では、この夜の出来事が話題となり、彼らの SNS は感動の声であふれています。彼らのパフォーマンスは、ただの演奏にとどまらず、まるで音楽という時間と空間を超えた魔法のように、人々をつなげる力を証明した瞬間でした。 マスオさんは30年以上にわたるキャリアを持つ伝説的な存在であり、彼がステージでドラムをたたく姿は、それだけでもファンにとって感類ものの出来事です。しかし、その伝説と今を代表するナンバーアンダーラインアイが一緒に音楽を作り出すことで、全く新しいエネルギーが生まれ、世代を超えて響き渡る何か特別なものが感じられました。音楽のジャンルや世代の違いを超えて、彼らのパフォーマンスは一体感を生み出し、 観客たちはその音楽の力強さに引き込まれていきました。SNS 上では、特にマスオさんがファンの投稿にメンションをつけたことにより、多くのファンが歓喜し、その喜びが広がっていきました。ファンの一人が、30年越しの夢が叶ったと涙ながらに語り、また別のファンは、推しからのリアクションがあるなんて夢のようだと感激を表現していました。こうしたファンの反応からもわかるように、 音楽がもたらす影響は計り知れないものがあります。特に、長年にわたって追い続けてきたアーティストからの思わぬ反応は、ファンにとってまるで特別な贈り物のようなものです。音楽というものは、ただ聴くものだけではなく、それを通して繋がり、共鳴し、時には人生そのものに影響を与える力を持っています。ナンバーアンダーラインアイとマスオさんの共演は、まさにその一例と言えるでしょう。 異なる世代の音楽家たちが一緒にパフォーマンスを行うことで彼らはただ音楽を演奏しているだけでなく音楽を通じて新しい価値を生み出しているのですこの瞬間は単に一つのライブパフォーマンスに過ぎないかもしれませんがそこには長年の思いが込められておりそれがファンにとって特別な体験となったのですそしてこのような瞬間はただ偶然の産物ではなく音楽の力がもたらした必然とも言えるでしょう 音楽は私たちの生活に深く根付いており、それはただのエンターテインメントではなく、時には人生の一部として機能するものです。例えば、私たちが辛い時に音楽が励ましてくれることがあるように、音楽は私たちを感情的にも支えてくれる存在です。そして、その音楽を作り出すアーティストとファンとの間には、目に見えない強い絆が存在します。この絆が、 昨夜ののコラボレーションにによってさらに強く感じられたのです音楽という共通言語を持つことで、世代や背景が異なっても、私たちは一つになれる。それは、まさに昨夜のパフォーマンスで証明されたことです。ナンンバーアンダーアダラインアイとマスオさんが共にステージに立ち、音楽を通じて何かを伝えようとする姿は、多くのファンにとって非常に意味深いものであり、その瞬間を共有できたことは、 何よりも貴重な体験でしたこの共演が特に感動的だった理由の一つは、マスオさんのような伝説的存在と今をときめく若いバンドが、ただ音楽を演奏するだけでなく、お互いを尊重し合い、共に一つの作品を作り上げたことにあります。これは音楽の本質をよく表していると言えるでしょう。音楽は一人で奏でるものではなく、多くの人々が関わり合い、共に作り出すものです。そして、 その過程で生まれる化学反応が音楽の魅力をさらに引き出すのです。また、この共演を通じて、音楽ファンたちは新たな視点で音楽を楽しむことができました。例えば、普段は洋楽しか聴かないというファンが、このライブをきっかけに日本のロックシーンに触れ、新たな発見をしたという声もありました。音楽の力は、時に私たちの視野を広げ、新しい世界を見せてくれるものです。そして そうした新しい発見や経験は、私たちの人生を豊かにしてくれるのです。そして、この特別な夜がもたらした感動は、単にその瞬間だけにとどまるものではありません。音楽ファンたちにとって、こうしたコラボレーションは彼らの人生の一部となり、何度も思い返される記憶となります。音楽というのはその性質上、瞬間的なもののように思われがちですが、実際にはその影響は時間を超え、 繰り返し私たちに力を与え続けます特に推しのアーティストが世代を超えて共演する姿を見るという体験はファンにとって何にも代え難い宝物となるのですあるファンはナンンバーアンダーアダインアイとマスオさんの共演を人生のハイライトとして語り彼女が30年間追い続けてきた音楽への情熱がこの瞬間に結実したと感じたと話していました長年のファンであればあるほど このような瞬間は特別な意味を持ちます。ファンがいつかこんな奇跡が起こるかもしれないと夢見ていたことが、ついに現実となった瞬間、その感情は言葉に尽くせないほどのものになります。また、ナンバーアンダーライン愛の若いファンたちにとっても、この共演は新たな視点を与える機会となりました。普段は彼らの音楽にのみ集中していた若いファンたちが、マスオさんというベテランアーティストとの共演を通じて、 日本のロック師や彼が築きき上げてたたキャリアに対する理解を深めました音楽を通じて歴史や文化を学び尊敬する心が芽生えるというのもこうしたコラボレーションの一つの大きな意義です。音楽の楽しみ方は一つではなくそこには世代や時代を超えた豊かな背景が存在していることに気づかされます。このように世代を超えたアーティストの共演は単なる音楽的なパフォーマンス以上の価値を持っています。 それは、音楽が持つ歴史的なつながりや影響力を体感できる貴重な機会であり、その瞬間を共有することでファン同士の絆もさらに強くなるのです。実際、昨夜の SNS 上の反応を見ても、ファンたちは互いに共感し合い、感動を分かち合うことでさらに結びつきを深めていました。音楽は、私たちが共有する最も純粋な感情の一つであり、それが世代を超えたコミュニケーションツールとして機能することは、 こうした瞬間に、こそ顕著にに現れますさらに音楽の力は個々の体験にも影響を与え続けます。昨夜のパフォーマンスを見て感動したファンたちの中には、音楽を聴くことで自身の過去の経験や感情が蘇みり、それが新たな視点で再解釈されることもあったでしょう。音楽は、ただその瞬間を楽しむだけではなく、私たちの内面の旅を導くものでもあります。例えば、 マスオさんの長年のファンである人が、この共演を通じて自分自身の若い頃の記憶や、当時抱いていた夢や希望を思い出すことがあったかもしれません。音楽は、過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋としての役割も果たしているのです。また、昨夜のコラボレーションは、ナンバーアンダーライン i のメンバーにとっても特別な瞬間だったに違いありません。彼らにとってマスオさんのようなレジェンドと同じステージに立つことは、 単ななるキャリアのの成成功でででははく、音楽を通じて成し遂げたたいいという夢の実現でもあったはずです。彼ら自身がファンの代表として世代を超えた音楽のリレーに参加しているような感覚だったかもしれませんそしてこうした経験が彼らの今後の音楽活動にも大きな影響を与えることでしょうこれからの彼らの楽曲にはマスオさんとの共演を通じて得た新しい感性や影響が色濃く反映されるのではないかと期待されています その一方で、マスオさん自身にとっても、若い世代との共演は刺激的な経験だったはずです。長年のキャリアを通じて、彼は日本の音楽シーンに多大な影響を与えてきましたが、今の時代に活躍する若いアーティストと共に音楽を作り上げることで、彼自身も新たな挑戦や学びを得たことでしょう。音楽は常に進化し続けており、どの世代のアーティストであっても、 その流れの中で新しいアイデアやインスピレーションを受け取ることができますこのような相互作用があるからこそ音楽は常に新鮮で多くの人々を引きつけ続けるのですまた音楽の素晴らしさは世代や文化を超えて私たちを一つにする力があることです昨夜のようなコラボレーションはその力を強く感じさせる瞬間でした異なる世代 異なる背景を持つアーティストたちが共に音楽を作り出すことで、私たち観客もまた、その音楽を通じてつながり合うことができるのです。このような瞬間は、音楽が持つ普遍的な力を再認識させてくれます。このコラボレーションをきっかけに、多くのファンが新たな音楽に興味を持ち、これまで聞いたことのないジャンルやアーティストに触れる機会が増えたかもしれません。音楽は私たちの好奇心を刺激し、 知らないい世界へのの扉を開いてくれるものです新しい音楽との出会いは時に人生を変えるほどの影響を与えることもあります。そしてその出会いがどのような形であれ音楽を通じて得られる喜びや感動は決して色あせることはありません。結局のところ昨夜のパフォーマンスが象徴するものは音楽の無限の可能性です。音楽は時間や空間。 世代の壁を越えて私たちを結びつけ、感動や喜び、時には悲しみさえも共有させてくれます。ナンバーアンダーライン愛とマスオさんの共演は、そうした音楽の力を具現化した瞬間であり、今後も長く語り継がれることでしょう。音楽ファンたちは、この特別な夜を心に刻み、彼らの音楽がもたらす次なる瞬間を待ち望むことでしょう。そして、その期待に応えるように、 アーティストたちはこれからも新しい音楽の形を追求し続け私たちにさらなる感動を届けてくれるはずです。